にぎわう浅草に今多くの外国人の姿が。しかし彼らの初詣をよく見てみると、組合の前に外国の初詣連れがいらっしゃいました。お水屋は参拝の前に手や口を清める場所、飲料水ではないもんだが、飲んだ上にすくった水が水盤にこぼれているぞ。やり方は知ってる？あの、知らないわ。見よう見まねでね。今これお水飲んじゃいませんか？飲んだよ。神様じゃお前に手や水を読める。一方、煙で身を清める香炉前では必死に煙をカメラに収める外国人を発見。煙を浴びながらお祈りをしたよ。なんと彼、本堂にたどり着く前のここで願掛けしていた。そして隣の浅草神社でも外国人参拝客が緊張の面持ち。ぎこちなかったが、なんとか無事参拝を終えたな。並んでいる時に前の人を見ていたよ。ここ数年、正月に浅草を訪れる外国人にも変化が起きつつあるという。インターネットで調べてここを見つけてきたんだ。お寺に行きたいの。毎週土曜日曜に開催される外国人観光客向けの無料ツアーもこの時期大人気。さらに深く濃く日本を感じようということなんだな。一方、個人で初詣をする外国人も。憧れの着物に身を包みやってきたのは21歳のフランス人留学生ベアさんとカロリーヌさん。二人は共に来日4ヶ月の初詣ビギナーだ。今回ベテランガイドの堀崎さん81歳にも同行してもらったの。よろしくお願いいたします。まず二人がやってきたのは浅草の定番仲見世通りだ。雷起こしっていうね、あの食べ物も、この名物食べてみたい。はい、食べてみたいです。さすがに、さ、みんなにも食べて、食べてみたいです。どうぞどうぞどうぞ。ベアさんは色気よりも食い気みたいだな。はい、召し上がってください。おいしい。浅草でも柔らかい方です。もう一個食べてもらいますか。はい。ありがとう。はい。ピンクのやつ。黄色かね。はい、いただきます。ピンクはピーナッツ。あ、わかりました。ピーナッツが好き。ベアさんとカロリーヌさんは雷おこしを一袋ずつお買い上げ。さらに温かい飲み物を飲もうと向かった先は甘酒。二人とも甘酒は初体験らしいぞ。美味しいです。美味しい。フランスです。フランスはい。あの、なんか、そう、ホットワインを、火をするとき、多分飲みますけど、それは、こう、味は本当に違います。30分かけて、仲見世を満喫した2人。次にやってきたのは、浅草寺。
多くの外国人が失敗していた縁日屋だ。二人は大丈夫か？はい、わかった。これはマナー違反。試着に直接口をつけてしまった。気を取り直して次はいよいよ浅草神社で参拝だ。浅草神社では二礼二拍手一礼が作法なのだ。ガイドさんも釣られて一緒に間違えてしまったぞ。あ、ごめんなさい。間違えました。失敗続きの二人だが、今年の運気を占うと。ベアさんは半吉、カロリーヌさんは吉、二人ともまずまずだな。きっと笑われるでしょう。そして最後は絵まで願掛け。さすが日本好き、漢字まで書けるんだな。あ、私は、家族のため、健康と安全が欲しい。一方、アニメ好きのレアさんは、よく尊敬している日本人に会いたいです。あの宮崎駿さんに会いたいです。日本人は家族 の健康と今年 のいいことを願いのは本当にいいものだと思います。いいことが。初めて初詣を体験できた2人。外国人も感動するお正月、日本の魅力を再発見だな。変化が起きつつあるという。インターネットで調べてここを見つけてきたんだ。お寺に行きたいの。こんなものか。今お寺の参拝を含めて一応神社で外国の方は増えてます。毎週土曜日曜に開催される外国人観光客向けの無料ツアーもこの時期大人気。さらに深く濃く日本を感じようということなんだな。一方、個人で初詣をする外国人も。憧れの着物に身を包みやってきたのは21歳のフランス人留学生レアさんとカロリーヌさん。二人は共に来日4ヶ月の初詣ビギナーだ。そうなの？一方、煙で身を清める香炉前では必死に煙をカメラに収める外国人を発見。煙を浴びながらお祈りをしたよ。なんと彼、本堂にたどり着く前のここで願掛けしていた。そして隣の浅草神社でも外国人参拝客が緊張の面持ち。ぎこちなかったが、なんとか無事参拝を終えたな。並んでいる時に前の人を見ていたよ。ここ数年、正月に浅草を訪れる外国人にも、今回ベテランガイドの堀崎さん、81歳にも同行してもらったの。よろしくお願いいたします。まず2人がやってきたのは浅草の定番、仲見世通りだ。雷を起こすっていうね、食べ物も、この名物、
食べてみたい。はい、食べてみたいです。さすがに。じゃあ、私も食べて。はい、食べてみたいです。そう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 。ベアさんは色気よりも食い気みたいだな。はい、召し上がってください。うん、おいしい。サクサクの柔らかい方です。もう一個食べてもらいますか。はい、ありがとう。はい、あ、ピンクのやつ、黄色かけ、はい、いただきます。ピンクはピーナッツ。あ、わかりました。ピーナッツが好き。ベアさんとカロリーヌさんは雷おこしを一袋ずつお買い上げ。にぎわう浅草に今多くの外国人の姿が。しかし彼らの初詣をよく見てみると、テミニアの前に外国の初詣連れがいらっしゃいました。お水屋は参拝の前に手や口を清める場所。飲料水ではないもんだが。ああ、水飲んでしまってるよ。飲んだ上にすくった水が水盤にこぼれているぞ。やり方は知ってる。知らないわ。見よう見まねでね。今これお水飲んじゃいませんか。飲んだよ。神様じゃお前にせえや。さらに温かい飲み物を飲もうと向かった先は甘酒。二人とも甘酒は初体験らしいぞ。うん、美味しいです。うん、美味しい。フランスで食べる。フランスない。ない。そう、なんか、そう、ホットワインを、スキーをするとき、多分飲みますけど、それは、そう、味は本当に違います。うん、30分かけて中見世を満喫した2人、次にやってきたのは浅草寺。多くの外国人が失敗していたお水屋だ。わかります。2人は大丈夫か。はい、わかった。これはマナー違反。尺に直接